おそらく僕が来るのは2018年、5年ぶり、はい、なので、初めて来た時から、いろいろありましたけど、ようやくという形でまた戻ってこれました。またね、今回も、台湾の方々と出会えることを楽しみにしています。このプロジェクトに関しては、まずは世界で戦える、選手を作りたいと思って、このプロジェクトを立ち上げたんですけども、やっていくうちに、選手だけじゃなくて、世界で戦える子どもたちだったりとか、そういうメンタリティを持った人たちを育てていきたいみたいな、そういった思いが出てきました。なので最初は本当にエリートの高校生ぐらいから始まったんですけど、今は、子どもたちに対して走ること、運動を動かすことももちろんですけど、それ以外のメンタリティの部分も共有をしていって、やっていっています。あとは大人たちの、じゃあどうやってランニングを通して生活、人生を豊かにしていくかみたいなところも、イベントとして行っています。そうですね、前回は多分ランナー、本当にランナーを楽しんでる人たちというか、ちょっと年齢層が上だったと思うんですけど、今回に関しては子供たちっていうところがかなり多くなってくるので、どういうエネルギーを持った子供たちなのかとか、どんな、なんだろうな、そういうことがちょっと気になるかなって感じですね。まずはどのスポーツもそうだと思うんですけど、楽しむことが一番初めだと思うので、みんなに楽しんでもらえるように僕も楽しみながらやりたいなと思ってます。それが重要かなと。